この試合はアンドレスがダイヤからボールを受けて、まず前を見たときに、うまく抜け出したので、パスタッシュもうまくいってましたし、思い切ってくれないから、まあ、コースは甘かったですけど、ゴールがうまく入ってよかったです。はい。これ、ファーストタッチで仕掛けて、左で。この試合だけじゃなくて、アンドレスはボールを受けたときに、結構パス出すところを探していて、パスが出てくるので、ちょっとアクションとして、相手の背中を狙うことを意識していて、でそれがこの試合はうまくいきました。キーパーの前川からですよ、それを背負っていて、反転して。他の試合でも、いっぱい4点取れて取ったんですけど、そのうちの3点、アンドレスさんが勝って、2年生なので、信頼してもらえて、